タイバンクーヘンです。ではですね、キャッツアイレジャースポットですね、狭山店さんから、ここからちょっとですね足立区の方に帰宅したいと思いますけども、皆さん知ってるかもしれないんですけども、 OB っていうとこ知ってます？でかいものです。有名なんですよ。 OB、ホキマ店っていうところにちょっと向かいたいと思います。現在埼玉県南西部に雷注意報が発令されています。これ右折禁止みたいなんで、このまま指示に従って左折して帰りたいと思います。
方向です。Thank you.
前のタクシーもう模範タクシーなんて模範にならなきゃいけないのでね、これウインカー出してんだよ、これもう右折か左折しかないのになんでウインカー出さないんだよ、これほんとバカだよな、こういうはっきり言って今出し上がった何があれなんだろうな、これもったいないのかな、これかけちってんのかな、これバッテリーとかなんだろう、エンジン、あのガソリンとかすぐ出せよな、もうタクシー運転手なんて模範なんなきゃいけないだろ、普通運転の普通は頭丸すぎだろ、これマナーがなってないやつ本当多いんだよな、これまあウインカー出さなくたって違反ではないんだけど方向指示器まあ例えば方向指示器は違反になる場合もあるんだよかな、ちょっとはっきり分かんないけど、
ちょっと川越行きたいと思います。川越、せっかくこれ来たんで川越行きましょう。交通規制に従って走行してください。目的地には11時17分ごろ到着の予定です。およそ8キロ先、国道16号線から300メートル渋滞です。
日産だ、この車は。DVD 鑑賞 24H、 ベンベ、東村山三丁目、ベンベって何キロ走ってんだ、ここ50キロか。
5キロ先、国道17号線が2キロの渋滞です。通過に5分ほどかかります。
ドライブスルーか。失敗した。行けなかったな。いいスルーに。あ、でもドライブスルー行っちゃったらあそこ行けねえからな。57号線。交通規制に従って走行してください。まもなく東2丁目を左方向です。目的地は10時49分ごろ到着の予定です。
ございます。
交通規制に従って走行してください。目的地には10時53分ごろ到着の予定です。Thank you.
実際の交通規制に従って走行してください。目的地には10時52分ごろ到着の予定です。
さえてるんだよ。
Thank you.
トラック、じゃねえや。スタヤじゃねえや。スタヤなくなってるわ。